疑問句も、竹房ってめちゃくちゃすごいけど、本当に全盛期の香り香川真司の方が上だったう。本当にこれ久保君さんより全盛期香川のが上なんか？化け物やんこいつ。いや久保が圧倒的だよ。完全に囲まれた中でボール受けに行って前向いて砂漠しパスも正確やしもうわけわからん。香川とかドルトムントでしか活躍できないやん。所詮連携ありきの選手で厳しいとこ任せられる選手ちゃうから、久保竹の方が使い勝手はるかねえ。ボール通せば独力でなんとかしてしまうからな。香川もそれができれば万有でもっと使われたかもな。久保ワールドカップ後からずっと調子いいと思ったけどこれ普通実力が上がってるだけよな。久保って欧州にいても全く気遅れしない芯の強さがあるよな。どこか自信なさげなテンプレ日本人とはメンタルが違うわ。久保はこれからほぼ格でビッグクラブには行けるだろうしそっからだろ。香川はプレースタイルが途中で変わっちゃったからな。パサー路線に行って使われなくなっていった。久保は何をやってもワールドクラス日本歴代の1だろう。久保の市場価値は世界更新で1億通貨を超えるのは間違いない。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。